なんとこのスズメバチ、1日に100キロもの距離を飛び回ることが可能です。とても優れた運動能力ですよね。というわけで今回は、そんな卓越した持久力を持って暴れ回るスズメバチを落ち着かせたいと思います。というわけで、こんなものを用意しました。リラクゼーションドリンク、チルアウトです。こちらは逆エナジードリンクと呼ばれている、飲むと落ち着くことのできる飲み物です。特に面白いのが、リラックスできる成分の一つである、このヘンプシードというものです。実はこれ、大麻の植物に含まれている成分です。落ち着きのないスズメバチは、どのような反応をするでしょうか。早速、与えましょう。というわけで、早速与えていきます。ほら。注射器で与えます。スズメバチを取り出します。暴れてる暴れてる。落ち着きが全くありませんね。それでは与えます。ほら。お、飲んでる飲んでる。スズメバチはガブ飲みですね。ガブ飲みしています。飲んでる飲んでる。チルアウトを飲み続けています。かなり気に入ったようですね。チルアウトを飲みながらくつろいでいますね。おお、くつろいでるくつろいでる。スズメバチはかなり気に入っています。チルアウトの上から離れようとしません。チルアウトの上で左足を動かしています。なんと10分間この状態です。先ほどまであれだけ暴れていたこのオオスズメバチですが、なんと全く動かなくなりました。すごいですね。これは完全にチルっています。おお、チルってるチルってる。左足だけ動かしながら全く動きません。これはチルっている時に見せる行動の一つです。先ほどまであれだけ暴れていたんですけどね、チルアウトの上で動かなくなりました。見た感じチルアウトは飲んでいませんね。おら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 、完全にチルっていますね。お、まるで我に返ったかのようにスズメバチは動き始めましたね。はい、というわけで今回はスズメバチにチルアウトを飲ませるとどのような反応をするのかでした。チルアウトの上で20分近くチルっていましたね。というわけで今回はこういう感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。